チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの朝ごはんはね、昨日のトマト鍋の雑炊を残ってるがね、残ってて、ね、子供も食べててね、うわ、すげすぎた。これは酸っぱいぞ。飲めんことはできかが飲めんやろ。トマト鍋をね、朝からね、温めて、であれ、うまく温めたら焦げちゃうのよね。おお、すごい色が薄くないかい、これ。うん、かなり酢が強い。混ぜへんだからか余計かな。ちょっと。まあいいや。食べましょう。はい。スマートジュース。ちょっとね、冷めちゃってんねんけどね。トマトジュースをすいきます。豆腐と一緒に食べて、ごそごそしてんだけどね。人気あったよな昔。カラクリもちゃん昔から人気あるからな。子供の楽しみ。そんな時代の人間じゃん。コーヒー。どうなってるの？おばあちゃんじゃん。普通におっちゃんぐらいの人やんか。うま？お兄さんで言ってもええぐらいの顔の人もおるやんか。うん、お兄ちゃんやんか。俺が教えてみてやん。ほら、おっちゃんぐらいだ。おいしい。ちょっと冷めてるけどね。もうちょっと温めたら美味しいけど、焦げんのよ、温めの、まあ、失敗したらね。あ、もう一回。スマートジュース入れてみよう。冷めるわよ、抜け冷めてた。やっぱり昔ながらの工夫されたおもちゃ店がかなりあって、今の時売ってるおもちゃにはない、なんていうのかな、こう面白さっていうのがあって、美味しい。単純がゆえに子供がかなり困ってて、結構困るようになりました。今のおもちゃにないことってあるやん。ページ開いたらパカってなるあるやん。ほんと1円これ。昔の人もですね、杖とか、思いやりとか、すごいね、腕ね。歴史街道、昭和は歴史なのかも。3回ぐらい温めて、昨日1回温めて作って、
で冷めて火から食べるのによく温めて、で今日朝温めて、で起きてくるのは遅かったからもう一回温めたんだよ。今食べて寒いからね。ご飯はやっぱお腹にたまんねん、かまんでぐらいご飯とろとろになってんの。ごぶづき前に玄米でもよかったんけどね、玄米雑炊にするとちょっと硬いんね。メイクしたいなこれ。なんかいい方法あるかなこれ。面白い方法ね。でもこれでオムライス作ったら美味しいかもからんな。ケチャップ足す足す味は足すで、雑炊やから優しい目なんやけどな。もうちょっとケチャップ足して味を濃くしてからオムライスにしてほしいかもこれ。ご飯がちょっとネチャネチャしてるけどね。え、ナプちゃん、あ、ナピちゃん、毎回内容ちゃうんや。毎回とか同じことやってると思ったら、ガストマト美味しいね。朝からね、ということでね、朝から今日はねパンあってんけど、ね、パンまだあんねんけど、雑炊が昨日サンゴを作って、で氷川が夜あんまり食べへんかって、で寝る前というかちょっと寝とってんね。で、まっちゃんがね、ごそごそちょっと起きてきて、ちょっとだけ食べて、また寝たんで、だから、ちょっとしか食べへんかって、今日朝から、りょうとひかが食べて、今、残ってんの3合作ったから、たっぷり食べる思ったね。2合でもよかったぐらいね。で、まあ、ね、これを、ちょっとまだ残ってんねんけどね、お昼ご飯に何かアレンジしようかな、ちょっと考えてみます。はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんは、昨日の、リコピンリッチトマト鍋の雑炊を温めて食べました。めっちゃね焦げんのよ。でこの焦げがね、まあ焦げは焦げで美味しいんやけどね、焦げをこそげながらね温めるのすごい大変やってね、寝ちゃ寝ちゃなんだよ米が潰れて寝ちゃ寝ちゃなんだよね。温めるの難しいね。トマトジュース入れて温めてもよかったかもわからへんやけどね。まあでも美味しいのは美味しかった。ただネチャネチャはしたんだけどね、美味しかったです。はい、で今日のあっちゃんの朝ごはんは、ご飯、トマト鍋雑炊でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、よかったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。